皆さんこんにちは、ナナです。本日は前回の川名ホテルゴルフコース富士コースに続き大島コースのラウンド動画になります。富士コースとの違いや特徴についてお伝えできればと思いますので、最後までご視聴していただけると嬉しいです。こちらは谷越えの左ドッグレッグ、結構難関ホールと言われているところになります。ニックネームはグッバイ、グッバイです。確かに左にグッバイしそうな感じはあるので、ちょうど正面開けてるところ、フェアウェイですね、ドッグレッグのちょうど角の部分も見えるんですけど、そこに狙い目の旗があるので、そこより少し右ですねを狙って打っていきたいと思います。越えた右手前の木ですね、これで実質の距離170ぐらいですね。なのでこっから打つんだったら170、80あった方が越えるのは安心かなと思います。それでもやっぱちょっと右目狙っていた方が、グリーンが左になるので次が狙いやすくなるかなと思います。ちょっと右目ですね、ちょうど右ラフのバンカーの向こう側に行ってるので、バンカー入ってるか越えてるかっていうところだと思います。ここピンまで94ヤードですね。ちょっと打ち下ろしも入ってるんですけど、アプローチで打っていきます。ナイスです。ありがとうございます。上からズドン、そうですね、ちょうどぴったりの距離で良かったです。下りですね、少しフックすると思うので右カップ、右縁ですねを狙って打っていきます。ナイスバーディー、ありがとうございます。今のはすごく綺麗に転がってくれたパットだったので良かったです。やっとバーディー取れました。笑顔が今日一です。ちょっと安心しました、一旦とりあえずは。いや、ここも奥はやっぱり海が見えて綺麗ですね。ここもこの景色はすごく綺麗だと思います。5番ホールパー4、262ヤードここは距離は短いんですけど打ち上げてますね。ここ打ち上げですね。ピンがもう見えないので、旗狙い目の旗にあるそこを狙っていきたいと思います。うん、しっかり上がって、ありがとうございます。これはいいんじゃないですか。そうですね、ちょっとピンより左ですけどフェアウェイであることを願って次行きたいと思います。ピンまで45ヤードなので56度で打っていきます。ちょっと大きかったかもしれないですね。バーディーパットが狙えるぐらいにあればいいんですけど。
下りでフックラインですね。ボール1個外すぐらいで打っていきます。ちょっとしっかり打てなかったですね。もったいないパーになっちゃいました。下りでもやっぱり芝はしっかりしてるのでしっかりめに打った方がいいんだなと思います。うん、富士コースと一緒の川の高台そうですね、高台、うん、はやっぱり下りでもある程度はしっかり打たないと入ってくれない感じですね。6番パー3、147ヤード。こちらはもうご覧の通り深い谷越えの打ち下ろしショートホールです。ニックネームは SOS です。まさに谷越えで助けを求めたくなるようなホールになりますね。ここ打ち下ろしがだいたい10ヤードぐらい見ればいいかなと思います。ここから打つと谷越えは110あれば超えてくれますね。ただグリーンピンどこにあってもとりあえずグリーン乗せたいっていうんだったら125ぐらいは打った方が安全かなと思います。今日のピンの位置でもちょうどセンターなので125ヤードですね、打ち下ろし含めて。なので9番アイアンで打っていきます。少し左奥でしたね。バンカーかラフかっていうところだと思います。取れない人いるぐらい揺れますね。ここは56度で打っていきます。少しスライス入りますね。左縁外ぐらいで狙って打っていきます。スパーです。ありがとうございます。次の7番はそのまんま、はい、すぐ隣なんですね。そうですね。